ということで、私は山口県出身ということで、私の山口県のおすすめスポットに行きたいと思います。アジサイが綺麗に咲いています。いい季節ですね。いいですね。今日はちょっと暑いんですけど、そんな夏にぴったりのスポットもあるので楽しみにしててください。ひなちゃんが案内してくれたのは、階段を上った先の、はい、もうすぐ展望台になります。あー、ドキドキやってきたのは標高112メートルの小さな火山、笠山。その山頂にある展望台からは、あ、ということで着きました。じゃーん、こちらが展望台になります。すごい展望台ですね。上の方がすごいな。上の、じゃあ上行ってみましょうか。上も行けるような。そこよりもまたすごい。じゃあ上も。では行きましょう。あ、こんにちは。じゃあ3階ご案内しますんで一緒に行きましょう。はい。中村さんと一緒に、はい、行かせていただきます。お願いします。山村さん、何者なんですか？私は萩市のジオパーク推進課の職員になります。おお、海もめちゃめちゃ綺麗ですよね。どうぞ。またちょっと2階と違いますよね、言い方が。あ、なんかもっと開けてるというか、海がめちゃめちゃ綺麗。すごい。下から見るのが、はい、島々ですね。平らいですよね。平らいです。確かに平らな島がいっぱいありますね。これ全部火山で、はい、できてます。火山、はい、あんまりこんな平らな島がなんかを見れるとこなさそうですもんね。そうですね。萩ジオパークが日本ジオパークに認定されて5周年ということで、お、ありがとうございます。ございます。この4月からですね、飛びの巣っていう愛称でこの施設を、まあ、ジオパーク推進協議会の方が管理するようになって、この上空を、はい、飛んでいる飛びの目線のように楽しんでいただければなと思って、はい、飛びの巣っていう名前にして、はい、絶景もそうなんですけど、2階のカフェでくつろぎながらっていうのもおすすめしてるんで。ということで2階のカフェへお邪魔します。わー、すごい雰囲気がとってもいい。もういつまでもいたくなる場所です。すごい。あ、しました。ありがとうございます。すごい美味しそう。カフェご自慢の夏みかんジュースとバスク風チーズケーキをいただきます。ジュースからいただきます。シュワシュワがもう今日暑いので、もうめちゃめちゃ涼しめるというか、求めてた味っていう感じで最高です。続いてはこちらですね。いただきます。うーん、うん、美味しすぎる。すごい美味しい。え、とろけていきますね、これも。すごい。チーズケーキのコクとか甘さとかもなんかあるんですけど、でもやっぱこのとろける感じがもう美味しいっていう。自信作ですか？もう自信作ですね。もうこれは自信作ですよ。すごい美味しい。でもあとせっかくなんで、なんか自己紹介的なのもうちょっとなんかできたらなと思って。はい。あれとかやるの恥ずかしいですか？何ですか？肩書き語るやつなんですけど、キャッチフレーズ。あ、キャッチフレーズ全然大丈夫です。コール&レスポンスがあるタイプなんですけど。あ、じゃあコール&一人でやりますか？じゃあちょっと手伝じゃあ改めて自己紹介させていただきます。みんなはひなのこと好きな層。好きな層。ひなはみんなのことが好きな層。山口県出身20歳のひなちゃんこと岩田ひなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。
嬉しい。